皆さん、ジャパンルネサンスにようこそ。本チャンネルは日本文化再興を目的とした放送番組です。田中元首相のレッド解除論は、国家が本気になれば全国民が豊かに暮らせる世界を実現できることを明らかにしました。残念ながら死の夢はアメリカの横やりによって実現を阻まれてしまった。しかしその構想は全世界に誇れる素晴らしいアイデアであった。ここで私は死の意思を受け継ぎ、どうすれば島国日本を世界に誇る極楽浄土に作り変えることができるのか、その方策について解説させていただきたいと考えています。私がなぜ日本がこの混迷する時代において世界に先駆け極楽浄土を建設できるのかと考えるのは、この国に住む人々がそれを実現しうる優秀な国民であるからだと考えるからです。今回はエネルギー論の3です。では始めます。あの東北大学の研究チームはとうとう常温核融合を現実化、いや商用化レベルへと近づけている。これこそ経産省が大金を持って援助せねばならない研究である。東北大学電子工理学研究センターは同公園内に隣接した緑の中にある。2つの加速器を備えるなど原子核物理の研究センターとして50年の歴史を刻んでいる。以下日経新聞の記事をもとに、今東北大学で行われている常温核融合の研究とその可能性について解説したい。今の物理学の常識では、元素を持続的に変換させるには1億度 C 以上のプラズマ状態の反応場が必要とされると言われている。フランスや日本などは国際協力の下で ITER 国際熱核融合実験炉の建設を進めている。巨大なコイルによって1億度 C を磁場で閉じ込めておく手法だが、当初の目標に比べ実用化は大幅に遅れている。凝縮系核反応であれば、常温から数百度 C という低温で元素が融合し核種が変換する。東北大学電子工理学研究センターに立った凝縮系核反応共同研究部門の真新しい建屋に入ると、断熱材で覆われた実験装置がある。かつて凝縮系核反応は常温核融合、コールドフュージョンと呼ばれた。1989年3月に米ユタ大学で2人の研究者がこの現象を発表し、世界的に脚光を浴びた。だが、ユタ大学での報告を受け、各国で一斉に追試験が行われた結果、米欧の主要研究機関が1989年末までに否定的な見解を発表。日本でも経済産業省が立ち上げた検証プロジェクトの報告書で、1993年に過剰熱を実証できないとの見解を示した。しかし、その可能性を信じる一部の研究者たちが地道に研究を続け、徐々にこの現象の再現性が高まってきた。2010年頃から米国やイタリア、イスラエルなどにエネルギー利用を目的としたベンチャー企業が次々と生まれている。日本では凝縮系核反応、米国では低エネルギー核反応という呼び名で再評価する動きが出てきている。実は東北大学に申請された凝縮系核反応共同研究部門は、クリーンエネルギー分野のベンチャーや研究室などに投資するクリーンプラネットが研究資金を出し、東北大学が施設や人材を提供するという形で2015年4月に発足した。核融合の際に発生する膨大なエネルギーを安定的に安全かつ低コストで取り出せる道が見えてきたことで、欧米を中心に開発競争が活発化している。日本の研究者はこれまでこの分野を指導してきた実績がある。実用化に向け国内に蓄積してきた英知を結集すべき。クリーンプラネットの吉野秀樹社長はこう考え、東北大学に資金を投じた。東北大学凝縮系反応研究部門の岩村特任教授と伊藤客員准教授は共に三菱重工業で凝縮
経核反応の研究に携わり、今回の部門新設を機に東北大学に移籍した。三菱重工は放射性廃棄物を無害化する技術として新元素変換という名称で地道に研究に取り組み、選択的な元素変換に成功するなど世界的な成果を上げてきた。岩村特任教授は東北大学への移籍を機に研究のターゲットを放射性廃棄物の無害化から熱の発生に切り替えた。凝集系核反応の応用分野には発生した熱をエネルギー源に活用する方向性と、核変換によって放射性廃棄物の無害化や希少元素の生成を目指す方向性がある。現在クリーンプラネットなど多くの企業ベンチャーは実用化した場合の市場規模が桁違いに大きい、エネルギー源の利用を優先して研究を進めている。実は熱の発生に関しても日本の研究者が世界的な研究成果を上げてきた。先駆者は北海道大学の研究者だった水野忠彦博士と大阪大学の新田義明名誉教授。現在国内ではこの2人の研究者が見出した熱発生の方法を軸に実用化研究が活発化している。クリーンプラネットは水野博士が設立した水素技術応用開発札幌市にも出資しグループ企業にしている。東北大学の岩村特任教授らはまず水野博士の考案した手法の再現実験に取り組み、順調に過剰熱を観測している。その手法とは以下のような仕組みである。円筒形のチャンバー内にワイヤー状のパラジウム電極を2つ配置し、その周囲をニッケル製メッシュで囲む。そこの状態で電極に高電圧をかけて放電処理をした後、100から200度 C で加熱ベーキング処理をする。この結果パラジウムワイヤーの表面はパラジウムとニッケルによるナノスケールの構造を持った膜で覆われることになる。こうしてパラジウム表面を活性化処理した後、チャンバー内を真空にし、ヒーターで数百度まで加熱した状態で重水素ガスを高圧300から170パスカルで圧入し、パラジウムと重水素を十分に接触させる。するとヒーターで入力した以上の過剰熱が観測される。活性化処理せずに同じ装置と条件で重水素ガスを圧入した場合、過剰熱は観測できず、その差は70から100度 C 程度となる。試験開始から1年足らずでここまで安定的に熱が出るとは予想上の成果。これまで三菱重工で蓄積してきた再現性の高い元素変換の知見も熱発生にも応用できる。岩村特任教授の表情は明るい。同社には愛新製機やトヨタ自動車が出資している。テクノバは大阪大学の高橋名誉教授と神戸大学の北村名誉教授をアドバイザーとして神戸大学と共同研究を続けている。新田名誉教授は2008年5月報道機関を前に大阪大学で公開実験を行った。その際の手法は酸化ジルコニウムパラジウム合金を格子状のナノ構造にして、その構造内に重素ガスを吹き込むと常温で過剰熱とヘリウムが発生するというものだった。テクノバチームは新た方式をベースにニッケルと銅ベースのナノ粒子に軽水素を吹き込み300度 C 程度に加熱することで1ヶ月以上の長期間過剰熱を発生させることに成功している。1989年に米ユタ大学で常温核融合が注目を集めた際、その手法はパラジウムの電極を重水素の溶液中で電解するというものであった。その後の研究で電解方式のほかに重水素ガスを圧入する方法が見出され、再現性が高まっている。現在では電解系よりもガス系の方が主流となっている。大阪大学の新田名誉教授の手法をベースに熱発生の研究を続けているのが技術系シンクタンクのテクノバである。東北大とクリーンプラネットによる水の方式、テクノバと神戸大の新た方式もいずれガス系の手法を発展させたものだ。またパラジウムやニッケル、銅などの試料表面のナノ構造が核反応を促し、
熱発生の大きな鍵を握ることが分かってきている。定性的に 100% の再現性を確立した中、今後の研究のターゲットは発生する熱をいかに増やすか、そして重水素とパラジウムという高価な材料ではなく、軽水素とニッケルなどよりコストの安い材料を用いることによって、いかに熱を発生させるかがポイントとなる、とクリーンプラネットの吉野秀樹社長は話している。2016年10月2日から7日、第20回業種系核融合科学国際会議 ICCF20 が仙台で開かれる。ホストは新設した東北大学の業種系核反応研究部門が担う。同会議は1、2年おきに開かれ、世界から凝縮系核反応の研究者が200人以上集まり、最新の成果を発表する。ここでも日本の2つのグループによる研究成果が大きな目玉となりそうだ。ICCF20 の準備は着々と進んでおり、欧米のほか中国、ロシアなど約30カ国から研究者が参加する予定で、企業からの参加者も増えそうである。ICCF は2012年に開かれた第17回会議の頃から企業に所属する研究者の参加が増え始め、2018年4月の第18回会議では4割以上が凝縮系核反応を利用した熱出力装置の開発を進める企業などからの参加者であった。クリーンプラネットの吉野社長は、凝縮系核反応に取り組む企業は表に出ているだけでも75社に達し、その中には電気や自動車の大手が含まれる。こうした企業の動きに押される形で、米国の政策当局は凝縮系核反応を産業政策上の重要な技術として明確に位置づけ始めたと見ている。米特許庁は2015年11月、凝縮系核反応に関する米研究者からの特許申請を初めて受理し、特許として成立させた。これまでは現在の物理学では理論的に説明できない現象に対して特許は認めていなかった。特許が成立した技術名は、重水素とナノサイズの金属の加圧による過剰エンタルピーで、ここでもナノ構造の金属加工が技術上の重要なポイントとなっている。岩村特任教授らは、この凝縮系核反応から生まれるエネルギーを陽子水素エネルギーと名付け、独自の発電方法を確立、ナノスケールのニッケルや銅に軽水素を急増させて一定の条件で刺激を加えることで凝縮系核反応を引き起こし発電させる小型の発電機を開発した。すでに100ワットを発電できる電話機が完成しており、年内には1キロワットが発電できる電話機を完成予定だ。吉野代表は、デモ機はこれから事業をスケールするための一つの核となるモデルだ。これをもとに将来的には100キロワット、1メガワットが発電できるものも作って、世界のエネルギー問題を一気に解決していきたいと意気込んでいる。量子水素エネルギーを用いた発電機は、電気自動車への搭載やビル電源設備、都市の新たなエネルギーとしての導入など、現在あらゆる業界の企業と活用に向けた話が進んでいる。岩村特任教授は、車に搭載するなら振動に強いようなものが必要だし、ビル電源として導入するならば大きさよりも発電量が求められる。今はそうしたそれぞれのニーズに合わせた実用化のためのスタート段階にいると話している。これまでの核融合は1億都市以上という超高温状態でしか行わないとされてきたが、凝縮系核反応は特殊な環境下では常温から数百度程度で核融合が起こる現象である。未だ理論上完全には解明されてない一方、ガソリンの1000倍以上とされる膨大なエネルギー密度や水素を燃料とする安価さ、資源制約がないことなどから、夢のようなエネルギーとして世界から注目されている。核分裂からエネルギーを発生させる原子力発電のように核廃棄物が出ることもなく、連鎖反応も起きないため、メルトダウンのような暴走事故も発生しないという。凝縮系核反応による発電は、世界ではすでに
Google やルノー、ビル・ゲイツ財団など、欧米や中国を中心に、75社以上の企業や団体が参画して、開発競争を繰り広げている。その中でも、吉野代表は、基本部分や制御システムなどの点で、8つの特許を取得済みで、日本以外の10カ国で特許を取得しており、特許で世界をリードしていると自信を見せる。今後は東北大学の研究で確立した量子水素エネルギーによる発電方法をもとに、この技術を製品に組み込み、大量生産することで新しいエネルギーの普及を目指す。我々はこの技術を作ることだけでなく、普及させるのが目的である。今後は東北大学の研究で確立した量子水素エネルギーによる発電方法をもとに、この技術を製品に組み込み、大量生産することで新しいエネルギーの普及を目指す。我々はこの技術を作ることだけでなく、普及させるのが目的である。発電機の素子を製品に組み込んでもらえる企業と協力して大量生産し、社会インフラとして世界に普及させていく必要がある。このエネルギーで新しい社会インフラを実現したい会社や行政区画があれば、ぜひ気軽に声をかけてほしいと言っている。その先に目指す壮大な目標は、火力発電や原子力発電をも代替し得る世界の人々の生活を支えるベースロード電源としての普及だ。吉野代表は、限りある地球の資源は人類最大の課題、日本の世界一の科学実力を活用してエネルギーの新旧交代で未来を作っていきたい。飯村特任教授は、自分自身が思っていた以上に結果は着実に出てきている。確実的にも核物理と物性物理が融合する新しい分野を開拓する、とても意義深い挑戦である。日本のために、もっと言えば人類のためにやりたいと力強く語っている。皆さん、私はこのシリーズで戦争ビジネスにうつつを抜かす米国から脱却し、日本人が世界でも稀に見る優秀な国民であることに目覚め、世界に人間の在り方を示す極楽浄土をこの島国日本において実現する、その方策について語りたいと思っています。ご視聴のほどよろしくお願いします。では次回をお楽しみに。さようなら。本提案にご興味のある方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。